はい、山内派の前の形、特徴の説明しておきますね。僕はやらないんですけど、一応山内派のやりたいということで、山内派の説明しておきます。大体一緒なんですけども、こう、ノートの時、バットの時、膝頭合わせて、こう、刀を使って、こう、ここまでします。つま先。山内は基本的に刀を倒さないので、このままの姿勢のまま、バットをします。横に抜きます。その時に膝が少し上がります。で、刀はですね、僕はやらないんですけど、山内は基本的に手首、こういう風にして切るので、もし本当の意味で山内やりたいっていうのであれば、こういう風に。だから、抜刀したときに、まず刀を倒さないとですね、こう来て、こういう感じになります。で、膝を下ろします。で、こう、マコの棚に。で、切るときに、普通に切ったらこう切りますが、少し、肩を前に出します。こう。少しだけ、こういうふうに切ります。こう。で、腕全体を伸ばして、一番この体が前傾しないで、一番遠くを切れる刃筋を作ります。それで、こういうふうに切って、そうすると大体こういうふうに腕が前に出ますので、これがそのままスッと、こういう感じになります。これが一応、山内派の切り方の特徴。あとは一緒です。ノートの。で、納刀の時も刀は倒しません。まっすぐのまま縦に入れますので、で、3の返し。一応これが山内派の、前、右、左、全部そうですね。この特徴。横一文字は手首がこう、こういうふうにちょっと上に来る。こういう切り方をして、こうすることで切っ先が下がるっていうやり方をしますので、これが特徴です。あと、他はあれですけど、一応もう2つぐらい。受け流しなんですけど、受け流しは、こう構えたら、上がります。ここまではうまいでしょ。で、頭を上に突き上げながら、右足を45度ぐらいに出して、体を結構大きくのけぞらせます。その時に、こう、刀をクリップして、で、戻りながら、で、あとは一緒です。こうして、もっと。で、漬け込みなんですけども、漬け込みもまあちょっと特徴的なんで、これも一応説明だけしておきますね。こう置きます。構えたら、想定は上から切ってくるので、刀を右足出しながら、弾くようにちょっとよく。一応刃の側面、しのぎ側で受けて、つばで受けるぐらい。で、両手を持って、まっすぐ手も切るように叩く。で、まっすぐ。この時は体が前に出るので、あんまり山内派のこういう切りはやらないでください。これはどっちかっていうと、前っていくので、そのまままっすぐ切る。で、まっすぐ上げて、下ろして、持ち替えて、で、ですね。この辺ちょっと注意しておいて。追い風なんかも、抜いて切ります。やっぱ山内派の切り方としては、ここで、こういうふうに、こういうふうに切ります。こういうふうに切ります。で、戻して。はい、以上になります。じゃあまた次回の稽古です。